えー、機動戦士ガンダム講座ですね。第40話エルメスのララーの前編になります。場面がポンと変わりまして、宇宙空間月が見えて。 月が見えるということはこれはキシリアの支配下にあるっていうのがわかるわけですねそこにザンジバルが浮いているザンジバルも水平に飛ばすんではなくてちょっと斜めにかしいだ状態でちょっと不安定感を出しているわけですねキシリアの部下にザンジバルがいるっていうのがわかるポジションですねララーがですねの出撃命令が出ますララーの出撃命令もですねちょうどね最小戦闘単位というのはまあつまり空母打撃軍みたいに えー、連邦もジオンもですね、それぞれ船を一貫で運用しているんではなくてですね、最小戦闘隊員っていうですね、宇宙戦艦と、えー、駆逐艦とか巡洋艦っていうのを複数組み合わせて戦闘単位作ってるんですね。まあこれあの軍隊マニアというかですね、軍事に詳しい富野さんらしい描写です。えー、ちょうどララーが戦いやすいサイズなので、えー、出撃命令出すわけですね。でララーが発信するとですね、これララーの腕です、えー。シャーがですね。 あのモニター越しに励まします。モニターにですね線が映ってるのはですね、えー、電波干渉がひどいからですね一応レーザービームを直接当てて直接通話してるんですけども電波が届きにくくなったりしてますのでですねこれで会話してます。初めての実践だ。リックドーム2機の後ろについて援護をすればいいっていうふうに言うんですね。つまりあくまで先頭はリックドームがやってくれるからお前は援護だけでいいんだよっていうふうに言ってるんです。 で、ミサイルで,です、ねえー、マゼランとサラミスを一応2機撃破しますだからあとサラミスが2機残ってるだけなんですよでこのあと、ね、シ,シャア発進しますでシャア発進する時ゲルグーで発進するんですけども、えー、私はゲルグーで出るっていう時に副官のマリガンにですね「マリガン後を頼む貴様には貸しがあったはずだちゃんとやってみせろよ」っていうふうに言うんですねこれ不思議なセリフなんですよまあ確かにマリガンには貸しがあるんですよねあのなんだっけあののモビルアーマーマ名前。 ザク,ザクレロ、ザクレロあの変なザクレロがです、ね、発信したのもです、ね、ザクレロだとそんなのは聞いておらんなってシャーが言ってです、ね、マリガンが「いや、あのなんかあの、ねねね、復讐したいんですよ許してやってください」みたいなことが言ってです、ね、であのこの件は覚えておくぞとです、ね、もう本当にだいぶ前に言ったのが今回やっとこの伏線回収に入ってマリガン「貴様には貸しがあったはずだ」と <laughs> ちゃんとやってみせろというふうに言うんですね。で こんなのをなんで言わなきゃいけなかったかなんですよ。まあ、もちろん伏線回収なんですけど、今更言ってもですね、テレビ見てるちびっ子たち視聴者はですね、そのマリガンに何の歌詞があったのかって思い出せないぐらいなんですね。で、ちゃんとやって見せろとふに言われてゲルグで出撃します、えー。あ、あとでこの伏線回収あります。ご安心ください。で。 えー、ララーがです、ね、発進して飛んでいるとです、ね、その後ろをです、ね、ビットが追い越していきます窓から見えるでこれ本当にね、今僕静止画で見せてるから見えるんですけど本当にちらっと見えるだけなんですよ。で前回もです、ね、このビットの姿見せないままだったんですよ。ね。この新兵器の正体が何なのかというのをからないままにずっとこうあの描写してるんですけどもです、ね、であっという間にです、ね、ララーはこのビットを使ってです、ね、サラミスを撃破します。 でこれを見たですね部下ですね、えー、動揺してですね「あこれだったら俺たちいらないじゃないのか」というふうなことを言い出すんですね「えララーショーイあれが初めて戦闘する女の姿なのか」「まあ、女」っていうんですか女の姿なのかというふうに言って「こんなのだったら俺たちが護衛するまでもないララエルメスだけがあれば十分じゃないか」と言ってこの、えー、本来ララーを護衛しなければいけないドムは後ろに下がり始めるんですね。で で、結果ですね、無防備になったエルメスは、連邦軍のサラミスの砲撃を受けて、まあ弾が当たっちゃうわけですね。で、その結果ですね、サラミスの周りを飛んでいるビットですね、この黄色い筋。 がですね、周りをこうぐるぐるぐる回ってまるであの狼が獲物の周りを群れるみたいにしてですねサラミスの周りやってるんですけどこの攻撃が当たらないんですよ。で当たらない <laughs> なぜっていうことこでですねドドドンドドドドンということで A パート終わり前半なんですけども僕がやっぱ面白いのはここなんですよね。でエルメスの援護をしろと言われるのになんだエルメスだけでサラミス やっっっつけれるじゃゃないのかって言って、後ろに下がっちゃうんですよ。でその結果エルメスが不安定になってやりそうになって「当たらない」って言ってピンチでアイキャッチなんですよ。でこのあとですねまあまあネタバレからやると B パートに入ってようやっとですねシャーのですねゲルグが来てでララが安定してですね戦えるようになるんですよ。でその後、ですね、えー、ザンジバルに帰ってきてですね「なんでお前言うこと聞かなかったんだ」って言うといやもう。 ララース将尉の戦い方っていうのは疑問だったんですけども、まあ、あれ見て考え方変わりましたとララーさんの,あのエルメスは我々より戦闘力が多いからあの私は今後命令されてもちょっとあの援護にはつけませんと戦う時は、えー、エルメス単体でやどうぞやってくださいみたいなことを言うんですねでこれ命令違反なんですよ。でシャーってこの回ぐらいからですねあのそれまであったオーラっていうのかな え赤い彗星のシャアだから、みんなすごいって言って、部下が尊敬して、シャアの命令だったら何でも聞くっていう、ですね第1話から第4話ぐらいのシャアじゃもうないんですね。もうすでに、部下に疑われてるんですよ。なんか、あの私服の女を戦場に連れてきてるというところから始まって、考えてることを打ち明けないと。前はドレンみたいな自分 より年上なんだけどもおっさんみたいなキャラに自分の考え方を結構説明してたんですねでそうやってコミュニケーションやってたんですけどもそのどれもいなくなってで若い部下に対しては高圧的に命令を伝えるだけになってくる だからマリガンに対してもついああいうふうに言っちゃうわけですね貴様には貸しがあったはずだなちゃんとやってみせろよって言わなくてもいいようなことを言っちゃうんですよねそうやって部下に対して当たるようになるから部下も部下でですねちょっと隙を見てはシャーの言ってることっていうのを自分のいいように解釈したりですね部下の言うことを聞かなくなってくるんですねでここら辺このこいつの命令違反っていうのがあってそれをもうシャーは認めるしかないと。 後半でですね分かったお前の考え方は分かったっていう風うにシャー言っちゃうんですけどかつてだったらシャーはそんなことを絶対許すような人じゃなかったんですよねでもそれ言うしかないのはそのジオンの中でももうあの命令系統がだん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 緩んできてシャーですら部下にめなんだろう命じたことを守ってもらえなくなってきてるっていう戦争のですね終末状態っいうのを表してるんですねそのためのですね、えー、マリガン貴様には貸しがあるはずだっていうセリフだっていうのが。 まあ、ちょっと僕の話したい話でありました、えー、お疲れ様でした。来月はあのあれですね。エルメスのララーの後半ですよね。なかなかあの今回のエルメスのララーと次回の光る宇宙っていうのはガンダムの中で最重要の。回。 ですよねまあ、最重要というのは「エルメスのララ光る宇宙宇宙要塞アバーワクー脱出」ってこの4作品とも名作中の名作だからこれが連発でできるということはもうすごい嬉しいんですけどもあと8ヶ月でおまけにシャアが来るという歌の歌も入ってくるわけですね。 <laughs> これもやんなきゃいけないわけですよ。これどうしたもんかと。あれはいいですよ。あの、翼広げて、あ,あなたを待つわうの、あの、夢、それは夢っていうのは解説違がいがありますよ。あの、光る宇宙のラストでかかる歌。あれはいいんですけども、あの、今はいいのさ、すべてを捨ててはね。<laughs> かなり辛い。どう説明すればいいのかなって思いますよね。まあ、すいません。知らない人にとってはネタバレに、ネタバレっていうのかななってしまいますけども。えー、質問や感想は投稿フォームの方からお願いします。